い、皆様こんばんは、本日もやってまいりました水曜チラチラ作戦のお時間でございます。この番組では、主に、沖縄にまつわる問題を取り上げまして、そこから問題提起をし、沖縄をより住みよくする方法をですね、私コギーとともに考えていく番組でございます。この番組は、宜野湾シティ FM81.8MHz でお送りしております。他に、スマホで利用できるリッスンラジオというアプリ、それから PC から利用できるサイマルラジオというツールでですね、日本全国から聞くことができます。ぜひ、県内外問わずですね、この番組を広めていただければ幸いでございます。さて、昨日、いよいよ22日投開票の衆議院議員選挙が告示されました。沖縄からもですね、様々な方が立候補されております。衆議院議員選挙がですね告示されたということで、日本各地ではですね、これから本格的な選挙戦に入って、様々なところで演説が行われることになります。沖縄もですね、そのように言いたいんですけども、実はその告示前からですね、事前活動、いわゆる予報外線ですとか、あと上り旗をですね、候補者の名前を入った上り旗をですね、電柱にくくりつけるといった、そういった違法活動が、残念ながら目立っております。沖縄以外の大半の地域ではですね、衆議院議員選挙を告示後から、本格的な選挙運動が始まるんですけれども、沖縄では、その前から選挙活動が行われておりまして、これは言うまでもなく、公選法違反になります。沖縄ではですね、こういった公選法違反が日常茶飯事になってしまっているということはですね、4月にうるま市長選挙をですね話題にしたときに、言いましたけども、今回の衆議院議員選挙でもですね、ほぼ例外なく、そういった違法活動が目にしてしまっているのは非常に残念なことです。今年の7月に行われた那覇市議会議員選挙、それから、昨年、行われました参議院議員選挙ではですね、ボギーテドコンさん、那覇市議会議員選挙では大山隆夫さんがですね、違反一切なしで選挙活動を行っていたということがありましたけれども、こういったことが沖縄で当たり前になる日が一日も早く訪れることを願っております。特に沖縄でひどいのは、上り旗を電柱にくくりつける、候補者の名前の入った上り旗を電柱にくくりつけたり、あと歩道にですね、放置するといった、そういった行動が見られるんですけれども、旗だけにですね、非常に旗迷惑で、ございます。さて、今週はですね、これから秋の観光シーズンが本格化するということもありまして、観光にまつわるお話をしたいなというふうに思います。その前に、曲を流します。井上陽水さんからのナンバーからお送りいたします。メイクアップシャドウ。はい、沖縄ではですね、年中観光客が多いので、これといった観光シーズンというふうにですね、混雑時期というのは限られて、年末年始ですとか、あとお盆休みぐらいに限られてくるんですけども、これから秋の観光シーズンということになりましてですね、そういった沖縄でも普段にも増してですね、観光客を多く見かける時期になってくるのではないかなというふうに思います。特に、これからの時期はですね、沖縄県内でも各地で秋祭りなども行われまして、それを見に来る観光客も多くなってくるのではないかなというふうに思います。沖縄での観光といえばですね、やはり、ポイントになってくるのは、車での移動になるかと思います。沖縄、鉄道がなくてですね、那覇市内につきましてはモノレールが走ってるんですけども、そのモノレールにつきましてもですね、那覇市内全域をカバーしているわけではないということを、特に那覇港に行くにはですね、モノレールだけでは足りなくて、そこからバスですとかタクシーを使うということになると思うんですけども、そういった事情もありまして、沖縄の観光の際にはですね、必ずと言っていいほど車を使うということになります。で、この車なんですけども、バスでの移動というのもですね、ちょっと不便じゃないかなというふうに思います。沖縄のバス路線なんですけども、結構路線が複雑で分かりにくいというのと、それから、時間通りなかなか来ないという、そういったこともございまして、もっともこれは渋滞も関わってくるんですけども、渋滞などもあってなかなか時間通りに来ることが少ないということもありまして、やはり、沖縄で観光するとなったらですね、レンタカーを借りる必要があるのではないかなというふうに思います。私も東京に住んでいた4年間はですね、沖縄を観光する際には必ず、レンタカーを借りて、観光しておりましたので、レンタカーというのが、ここ10年間のです、
10年間ではですね、まあ、特に台数が伸びております。まあ、観光がですね、盛んになってくるにつれて、レンタカーの台数も増えてるんですけども、10年前の平成19年、平成歴で言うと2007年はですね、まあ、沖縄県内のレンタカーは3685台となっておりました。それから7年経ちました、平成25年、平成25年、8年、あ、6年です。失礼しました。6年経ちました。平成25年となりますと、これが8122台となりまして、なんと6年間で倍以上に、レンタカーの台数が増えてるんですね。で、このままのペースでいきますと、それから4年経った、2017年、平成29年のレンタカーの台数はですね、おそらく1万台を超えるのではないかなというふうに予想されております。まあそうやってですね、もうレンタカーが増えてくると、まず心配されるのが渋滞が激しくなるということになります。私、2012年から2016年までの4年間東京に住んでおりまして、まあその間、確か7回沖縄を訪れてるんですけども、沖縄を訪れるのがですね、後になるにつれまして、渋滞が激しくなっているなというのが実感できます。特に、まあ2015年あたりになるとですね、以前は渋滞しなかった時間帯でも、まあ、渋滞しているっていうところにですね、まあ、出くわしたこともありまして、それが、まあ、レンタカーによるもの、レンタカー、もちろんレンタカーだけではないんですけども、まあ、レンタカーの台数が増えに従って、渋滞も激しくなっているなということを実感しました。で、そのレンタカーなんですけども、レンタカー、いつでも借りれるかというとそうではないんですね。例えば、まあ土日ですとか、大型連休といった、そういった時になりますと、本当に1ヶ月前ですとか、2ヶ月前ですとか、前もって予約しないと、まあなかなかレンタカーを借りれないっていうことがあります。私、先ほど申しましたように、まあ東京にいる間、7回沖縄を訪れたんですけども、まあ土日ということでですね、レンタカーを借りれずに、まあバスで、まあ目的地に向かったっていうことも何回もありました。それからですね、昨年、沖縄に越してきた時なんですけども、まあ一週間はですね、まあ荷物が届くのが時間かかるということで、まあホテルにいまして、まあその間、その一週間はですね、まあ市役所で転入手続きをしたりですとか、あと、まあ車を購入、新たに購入したりですとか、あと、新居のですね、手続きをする際に、不動産に行くときにですね、まあもちろん移動が必要になるんですけども、まあその間ですね、土日を挟みましたけども、その土日の間はレンタカーを借りれずにですね、まあバスで移動するっていうこともありました。まあですので、まあこれから、沖縄観光をもっともっと盛んにしていくためにはですね、まあレンタカーを借りやすくするというのも、まあ一つの方策ではないかなというふうに思っております。それと、レンタカーが増えるにつれて、もう一つ弊害がありまして、外国人観光客によるですね、まあ、事故というのも増えてきております。昨年、外国人観光客によるですね、事故なんですけども、車での事故なんですけども、まあ、昨年度は、約9600件ほど事故が起きております。これ3年前はですね、2900件ですから、わずか3年間で、3倍以上も事故の件数が増えてるんですね。特にこの事故が増えていることにつきましてはですね、まあ沖縄にしても報道されていたんですけれども、その沖縄にしのうちの一種はですね、こちらの原因につきまして、韓国、台湾は車は右側通行だからというようなことを書いてあったんですよ。これどういうことかと言いますと、まあ、沖縄に観光に来る外国人のですね、まあトップ3といえば、まあ韓国、台湾、中国というふうになるんですけども、その中国もですね、車は右側通行なんですね。それなのに、この新聞では、レンタカーによる事故が増えた原因といたしまして、韓国、台湾は車は右側通行だっていうことを理由に挙げておりまして、その中に中国は入ってなかったんですよ。これって何か意図的なものを感じるなというふうに思ったのは私だけでしょうか。その、実は中国の方の、中国人の観光客なんですけども、この中国人観光客もですね、レンタカーを借りて旅行する方が多いんですけども、本来この中国人観光客はですね、まあ、日本でレンタカーを借りることができないんですね。なぜかと言いますと、まあ、ジュネーブ条約というのがあるんですけども、この中国はジュネーブ条約に入っていないんですね。
それが理由で、まあ、沖縄、まあ、日本ではですね、レンタカーを借りることができないんですけども、なぜか、レンタカーを借りて、沖縄県内観光する中国人が増えているという、そういったことがあるんですけども、で、そのカラクリを解くですね、記事が先日ネット上にありましたので、そのネット上の記事を紹介いたします。このネット上の記事はですね、自動車評論家の国沢博光さんが書かれた記事でありまして、ちょっと2ヶ月くらい前の記事ではあるんですけども、まあ、今でもそんな情報は古くなってないなと思いますので紹介いたします。で、この記事のタイトルは、中国の運転免許は日本で無効なのに中国人レンタカー利用者が増加中という記事でございます。で、これ、この記事を読みます。基本的に中国の免許だと日本で運転はできない。本来ならレンタカーも借りれないんだけど、驚く事態が起きている。海外からの観光客が多い沖縄では、2015年に 17.7% もの中国人観光客がレンタカーを利用していたという。北海道でも徐々に増加していると言われており、危惧する声も多い。なぜ中国の免許が危険なのか。交通法規の共通化を進めているジュネーブ条約に中国は加盟していないからだ。したがって運転の常識からして異なる。ジュネーブ条約に加入している国同士や二国間で協定を結んでいる国、括弧ドイツやフランス、台湾などは相互の免許証が有効ながら中国の免許証については無効。つまり無免許運転ということ。なぜ日本でレンタカーを借りることができるのか。レコードチャイナという中国の情報を伝えるネットメディアによると、偽造が多いからだという。中国ではフィリピンや香港の免許をネットで買えるのだそうだ。フィリピンはジュネーブ条約に加入しているため、日本でも免許証は有効。香港の免許もイギリス統治時代からの継続措置で有効になっている。ちなみに日本人が中国で車を運転しようとしても、こういった脱法手段がないために、改めて中国で免許を取らないと運転はできない。いずれにしろ、ジュネーブ条約に加入していない国の免許は使えない。脱法行為で取得した国際免許も同じ。このあたり、レンタカー会社できちんと認識し、基本的に中国のパスポートでその他の国の免許を持っている人は希少。無免許運転を防止すべきだと思う。海外からの観光客は大きな産業ながら安全の担保はもっと重要だというふうにですね、もう鋭く指摘しているんですけども、もうこれですね、中国人観光客をターゲットした観光政策はですね、まあ、危険だということもですね、一応、まあ、この記事ではですね、匂わせるのではないかなというふうに思います。このところ沖縄ではですね、ここ数年間特には中国人観光客が増えておりまして、まあ、国際通りなんか行くと、まあ、日本人よりも中国人の方が圧倒的に多いという光景を目にすることはよくあります。国際通りを歩いておりますと聞こえてくるのは日本語はあまり聞こえてこないんだけども、まあ、中国語が聞こえてくるということもあります。そのくらい中国からの観光客は増えているんですけども、まあ、その中国からの観光客をですね、ただミニ商売し続けるのは、これは本当に危険ではないかなというふうに思います。今取り上げました、国沢さんの記事でも言いましたけども、まあ、ジュネーブ条約に加入していない無効な免許証でですね、まあ、レンタカーを借りて、それで運転しての事故を起こしてしまうという、まあ、そういったこともございますので、やっぱり、沖縄県民の身の安全を確保するためにはですね、まあ、中国人の観光客を当てにするのではなくて、まあ、国内からの観光客をより多く呼び込むですとか、あと偽装免許に対するですね、取り締まりを厳しくする。レンタカー会社は、常に、この免許は偽装ではないのかということをですね、まあ、きちんと検証してから、車を貸すという、まあ、そういったことが必要になってくるのではないかなというふうに思います。まあ、その中国人観光客を目当てにした、商売なんですけども、その国際通りでですね、かつて、三越さんが入っていたビルに、先日まで入居していました、まあ、商業施設に行ったことがあるんですね、私自身。で、その商業施設に入ってみますと、まあ、いろんな注意事項がアナウンスされるんですけども、そのアナウンスは、最初は日本語で、行われます。まあ、エスカレーターの乗り方ですとか、まあ、エレベーターの利用方法ですよ、そういったアナウンスが流れるんですけども、その日本語が流れた後に、中国語のアナウンスだけが流れるんですね。
普通こういった商業施設って、まあ、他国語のアナウンスも流すときは、まあ、日本語を流した後に、まあ、英語、それから、中国語、もしくは、韓国語というのが普通だと思うんですけども、その商業施設では、まあ、日本語と中国語だけという、まあ、非常に驚くべきことがありました。まあ、そういったところからもですね、中国人観光客に依存している、まあ、沖縄の観光業の体質が伺われるのではないかなというふうに思います。それから、先ほど、まあ、国内からの観光客を取り込むべきだというふうに申し上げましたけども、今、那覇空港ではですね、まあ、第二滑走路の建設が進められております。私、先月、北海道に行った時に、飛行機の窓から、その第二滑走路の建設具合を見ていたんですけども、まあ、ほぼ6割、7割方は完成しているのではないかなっていうぐらい進んでおりました。まあ、それもありましてですね、この完成の予定の2020年なんですけども、まあ、その2020年よりも前倒しして、この第二滑走路を利用することができるのではないかなというふうに思います。今、那覇空港のキャパシティもですね、まあ、非常にパンパンになっておりまして、この那覇空港の滑走路利用回数が、まあ、去年1年間で8万3000回に上っております。これは10年前の 1.4 倍にもなるんですけども、この滑走路1本の那覇空港で8万3000回というのはですね、滑走路2本の新千歳空港よりも発着回数が多いんですね。滑走路1本だけの空港が滑走路2本の空港よりも離発着の回数が多いという、これは私知った時に非常にびっくりしたんですけども、まあ、こういった事情があるからにはですね、これは何も悠長に3年後のですね、第二滑走路の開設というのではなくて、まあ、それよりも前倒しして、第二滑走路を完成させて早く運用に移していかなければならないなというふうに思っております。まあ、こういったふうにですね、まあ、沖縄の観光を盛んにしていくためにはですね、中国人観光客に頼る前にやるべきことっていうのがいっぱいあると思うんです。そのいっぱいあることをですね、まあ、優先して行っていかなければならないのではないかなというふうに思います。どうかこれをですね、政治家の方、聞いていたらですね、まあ、議会で取り上げていただければ幸いでございます。でさて、番組終盤ではですね、講演会のお知らせをいたします。日本一の大ベストセラー作家が沖縄を語るということでですね、なんと、作家の百田直樹さんの講演会が、いよいよ沖縄で、開催されることになりました。これ日時は、2日間ありまして、1日目が、来たる、10月27日の金曜日、午後6時開場、午後6時半開演で、なっております。まあ、入場料は1000円で、場所が、名護市にあります、スクタ体育館、名護市スクタ、954番地の1にありましてですね、スクタ体育館で、10月27日の、まあ、6時開場、6時半開演ということで1日目が開かれます。それから2日目がですね、ここ宜野湾市内で行われます。10月28日土曜日、正午開場、午後1時開演ということでですね、沖縄コンベンションセンター劇場で行われます。まあ、沖縄コンベンションといえばですね、まあ、非常にキャパシティの大きい会場になっておりまして、たくさんの方が見に来られる会場でですね、百田直樹さんの講演が、沖縄での講演会がですね、まあ、開かれるということで、こちらも非常に楽しみなものになっております。で、宜野湾の方もですね、2日目の宜野湾での講演の方も、まあ、入場料1000円となっております。まあ、確かにお金はかかってしまうんですけども、まあ、たった1000円でですね、大ベストセラーの百田直樹さんの講演が思う存分聞けるということでですね、まあ、非常に高く、まあ、これはですね、1000円といっても決して高い値段ではないなというふうに思います。私もですね、まあ、27日はちょっと微妙、仕事の関係で微妙なんですけども、まあ、28日はちょっとお休みということもありましてですね、百田さんの講演を聞きに行きたいなと今から考えております。ぜひともですね、こちらの講演会にも多くの皆様にお集まりいただければ幸いでございます。さて、早いもので、まあ、今日もエンディングの時間になりました。まあ、10月もですね、半ばに差し掛かり、日に日にですね、もう特に朝晩は気温が低くなってきて、涼しくなってきているかなというふうに思います。私の周りもですね、まあ、風邪をひいている人、まあ、結構多くなってきておりますので、まあ、皆さんもどうかですね、まあ、体調には十分にご留意の上でですね、良い一週間をお過ごしいただければなというふうに思います。それでは来週もですね、水曜日の午後8時半にお耳にかかりましょう。では皆様、良い一週間をお過ごしください。ごきげんよう。